どうも皆さん、こんばんは。アルディスです。本日は3月の9日なんですけども、この、3月9日にですね、御堂筋線が、西中島駅付近で発煙が発生したため、ご覧のように、ダイヤは大変乱れております。行き先が調整中ということになっているので、列車がね、表示されているので、一体何が来るんだろうと、思いつつ、しばらく待っていました。待っていましたというよりはね、私天王寺に行く用事があったので、乗らない、電車が来ないと困るんですけど、さあ何が来るのか。普段だとね、黒いパンって骨の奥から、長い駅からね、大電車ないと見えるんですけど、今日に限って見えなかったんで、一体何が来るんだろう。真っ暗真っ暗でライトつけてないのかと思ったんですけども、事業車両が来るわけでも絶対ありえないしなと思って、しばらく待ってました。普段だったら長井駅に停車中の頃からだいたいライトが見えるんですけど、この BGM は終点で終着列車が来るとき、当駅止めの列車が来るときに普段他の駅で鳴ってる BGM メロディーなんですけども、西田鍋駅で鳴るっていうことは普段はありえません。つまりダイヤが乱れているときに列車が参りますしか言わない放送の時用におそらく撮ってあると思います。入ってきた車両はね、至って普通の線路中央に停車しました。
Thank you.